トンネルを抜けたらいきなり大雨やったね。トンネル入るまでは晴れとったのにびっくりした。トンネルの出口付近でありゃと思ったよ。はいはい、おはようございました、こんにちは、こんばんは。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今ね、私は今治に来てます。ちょっと狭い道をね走ってますよ。はい、ちょっと、はい、今からイタリアンのねお店に向かってるところなんですけども、時刻は12時40分、微妙な時間ですね。どこ？これ？え？これ？どこ？もう見えてもおかしくはない。これか。これか。目的地に到着しました。ルートガイドが終了します。店内は全て当店の駐車、どこのスペースでも構いませんと。ラッキー。お、意外と駐車場大きい、大きいで。名物、これやな。お好きなピザかファストドリンクを選んでくださいって書いてあるけん。お願いします。はい。名物イカスミのスパゲッティの大盛りをお願いします。システムようわからんねんけど。ランチメニュー一つでよろしいですね。はい、ランチ、はい。このランチメニュー。はい。パスタ選んでいただきましたので、はい、あとデザートとドリンクがつきます。は、ジェラート言ったら冷たいアイスクリームみたいなやつ。はい、はい、じゃあほんなこれで。ジェラートと、はい、アイスティーはないんですか。アイスティー、このアイスジャワティー。じゃあアイスジャワティーで。ジャワティーです、ね。はい。単品でご飯はついてないですか。ライスはちょっとついてないです。わかりました、はい、すみません。じゃあそれでお願いします。よろしいですか。はい、じゃあメニューを下げたい、はい、すぐ前菜参ります。はい、
どれも全部美味しかったです。良かったです、うん、今度奥さん連れてきます。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、カタカナでうまこしっていうねお店でご飯食べてきました。念願のイカスミパスタ、めっちゃ安いあれで、まあ、ボリュームも良かったし味もねどれも美味しかった。びっくりした。正直期待してなかったんだけれども、まあ評価は高いのは下調べでしとったんだけど、もうちょっとね家族がやってるようなこじんまりとしたお店を想像してたんだけども、意外と中広かったですね。いや参った、美味しかった。そしてもう初めて食べたイカスミパスタがここで良かった。逆にね、もうイカスミパスタはもうここの馬越さんのイカスミパスタが私のこう標準になってしまったんで、それぐらいこう良かったですね。パスタの量もまあ大盛りにはしたんだけれども、大盛りでしたらもう十分でどうしよう思いましたね。最初のお皿のプレートいっぱいあって、これにライスかパンがついとったらもうこれで OK じゃないっていうぐらいのランチ、 OK じゃねえみたいな、そんな感じのボリュームでしたね。さらにパスタがメインでパスタがついてきてるんで大盛りにしてしもたんでね、まあ全然余裕のよっちゃんで食べれるんだけれども、これは大満足なお店ですね。これはいいお店だ。まあ、よく言うたら、まあ、あるんかもしれんのやけど、ランチメニューだけではなくて、その、パスタを単品でね、これとこれってね、パスタだけ食べたいなっていうね、俺みたいなタイプの人間にはね、パスタもだけっていうメニューもあったらよかったかなと思うけど、いや、うまかった。今度ね、ほんと、奥さんと今治ちょくちょく来るんだけれども、場所もね、再々来てや、三直一の再々来てやから、ほんの数分しか離れてない場所なんで、再々来てやに買い物に来たついでにね、寄るっていうのもね、いいかなと思いました。すっごい良かった。はい、ということで、もうちょっとテンション上がりまくり、久しぶりにこう、ご飯食べて美味しかったっていう、こうテンション上がってるのはもう久しぶりやね。はい、ということで本日の動画は以上となります。では皆さん元気で健康で明るくいっぱいもりもり食べましょうね。次回の動画でお会いしましょう。その前にグッドボタンを押してくださいね。はい、じゃあね、バイバーイ。